あ、この顔かわいいよ。嘘つけ。絶対かわいい。子供みたいなほっぺしてますね。なんでですか？うん。これ多分今この顔が一番かわいいと思う。NP 史上一番かわいいと思う。嘘だーそんな。なんかかわいいポーズしてください。かわいいポーズ？うん。え、かわいいポーズ？ねえ、なんか言ってよ、なんか。おぉ。でもめちゃくちゃかわいいです。ありがとう。こうしたらさ、なんか。あら、あらら、シャクちゃんって感じの。シャクちゃん。シャクちゃんっていう。シャクちゃん、シャクちゃんどっから来たの？こうしてあ、やばいやばい、これをこうしてこう、あ、すごいすごい、こうやってこうで、私がドヤ顔してやっ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 てカネちゃんだ。食べてきてもう3人で全部食べてきちゃってもいいんだよ。任せた、任せたっていう感じだね。白石さんがさ、なんかあのいろんな人を触ってるみたいなことさ、あの時言ってたけどさ、はい、触られた？あ、そうなんです。え、そうなんですとか言っちゃった。ヒーカーのところでさ、うん、後ろにあの白石さんと松村さんがついてくれるっていう、うん、それぞれ先輩がさ、うん、あるじゃん、うん、ついてくれるところで、うん、そのなんかその位置でなんかこうやって立ってたら、うん、なんかまず松村さんがこうやってなんかちょっかいかけてくれて、うんうん、その後に白石さんがお尻を触って、みくちゃんからお尻触ってもいいですかって言われて、いいよって言ったの。一回だけねって言いました。私のお尻でよかったら仲良くやりましょうじゃないけど。なるほどね、もうクレヨンしんちゃんとかと同じ発想だ。本当そう、クレヨンしんちゃんね。うれぬはらしんぬってね。さっきね、最近髪の毛切ったんですけど、うん、私がさ、そういうし気づいて、え、可愛い、やばいみたいな、うん、本当にめっちゃ可愛いよ、やばいって言ったら、うん、もう全然似合ってないの、もう全然似合ってないのって言われて、本当に似合ってるの、うん、一回見てみみたいな、うん、髪一回見てみみたいな。私と全く同じこと言ってるんだけど、さくに対して一回見てみ、マジで可愛いからみたいな、さく、うん、が見て、やっぱ可愛くないよみたいな、いや本当に可愛いってみたいな、え、びっくりするみたいな、そう、え、何が可愛くないの、え、可愛いよ、うん、え、ずっと可愛いよ、そう、どこ見て可愛くないって言ったの、いや、でめっちゃもう、うな、短いとこうでみたいな、今の長さだとこんな感じ、長いとあれなんだよねとか、なんかめっちゃいっぱい言ってて、でさくがさ、なんかえーって言って、それなおがさ、もうはい出番ですってなって、うん、出番行こうと思ってさ、なおが先行ったの、うん、そしたらさくがさ、お尻ポンって触ってさ、うん、お世辞ありがとうって、お世辞ありがとうって言ったの。え、可愛すぎない？可愛すぎるだろと思ってさ、お世辞じゃないし、そう。サークちゃん、ねえ、サークちゃん、前髪パッチョンだね、ネチネチくる、ネチネチくる、綺麗な前髪、なんかわかる、サクのさ、なんかちょっと話しかけられて、うん、なんかえー、みたいな感じで、ちょっとまんざらでもない感じ、かわいい、かわいいよね。なんかちょっとなんか、もうやだとか言ってるけど、ちょっとニコニコしてる。あれがかわいくて、なんか変わっちゃうんだよね。いくよ、サク。うん。映ったかな。